今注目のカルチャーとテックをディグる欲望の SNS。 幻冬舎のしだれです。アクセンチュアの田中優子です。はい、カルチャーとテックをディグる、はい、欲望の SNS 始まりましたということで、はい、今回はですねカルチャー会ということで、はい、9月11日公開のですねキュースはチーズの夢を見るから、はい、素敵なゲストのお二人をお招きいたしましたので、はい、しだらさんご紹介お願いいたします。はい、この番組実は2回目の登場になるですね映画監督の池澤伊沢監督とそして夏木役のですね佐藤穂奈美さんに今回ゲストに来ていただきました。よろしくお願いします。いただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、ゆきさださんお久しぶりでございます。久しぶりです。はい、ということでゆきさださん登場2回目ということで、もう今回結構ガラッと変わったですね、はい、作風の全く違うテーマの、映画ということで、最初ちょっとざっくりとですねオープンにできる範囲の少しだけ概要をお伝えいただけたらなと思います。北野さん。はい、キュースはチーズの夢を見るというですね、はい、これは原作は漫画なんですけども、水代瀬戸那さんというですね、はい、女性作家が書いた、これは名作と呼ばれている漫画なんですね。で、キュースはチーズの夢を見るというのと、訴状の恋は二度跳ねるというですね、連作で、作られた作品のこの2作を原作に、映画化してます。主人公は、大友恭一というですね、今まではいろんな女の人から、モテる男なんですね。で、すごくモテて、いろんな人から、心を寄せられると、そこについ、行ってしまう。流され侍と呼ばれていた異名を持つ男で。はい、で、ちょっとこの男が、すごく、曖昧な、この愛を、愛の形を、いろんなところに、振りまいているような男でですね。うん、どっちかというと、ちょっとダメ男に一見思えるような。でも、仕事とかはちゃんとしてる。すごく広告代理店で、働いている、エリートの男なんですけど、そこにですね、ある、青年が、現れるんですね。その人が今ヶ瀬渉という名前の探偵なんです。で、実はその大友の大学時代の後輩だったと。で、実はなんでここに来たかっていうと、あなたの浮気調査をして、全部証拠を握ってますと、僕が。で、奥さんに言っていいですか？で、だから知り合いだったからちょっと躊躇してるんですって言われて、もちろん大友としてはそれをバラしたくないので、いやもうちょっとなんとかしてくんないかなって言って寿司屋とかに連れて行ってなんとかしようとしてたんですね。そしたら彼は何を要求するかというと、バラされたくなかったら僕と一度だけホテルに行ってくださいと。要するに、今ヶ瀬はゲイだったというんですね。っていうことが分かり、ある男は追い込まれるわけですね。で、追い込まれて、奥さんにバラされたくない。でも、この男と何かすれば、ひょっとしたらバレないで済むのかなというところから物語が展開していくという。すごい、結構かなり序盤のところをご説明していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この物語を最初にいただいたときに、ここがもうすごく面白かったんですね。面白いですよね。なるほど。こういう話ってあんのかと。ストレートの男とゲイの男がまず出会うのに、要するに女の浮気が絡んでるっていうですね、これ面白くないわけないですよね、ここからの展開が。で、これで読み進め始めたんで、もうここまで喋っても、もう本当にこの導入部分聞いただけで、よくね、この BL とか LGBT っていう言葉で、よくこの手のジャンルのものは言われるんですけど、もうこれはもう話が面白いんですよ。そうですね。話が面白いから、観客とか僕も読者だったんですけど、最初は。で、その漫画を読んでも、この映画を見ても、多分ね、男が見てても非常に身につまされる部分もありながら、これどういう展開していくんだろうっていうね。で、次から次に女性が出てくるんですね。この男と男のある種恋路が生まれていくわけですけど、恋愛感情みたいなものが生まれようとしたところに、
その間にこう女たちがこうどんどん資格のように送られてくる。そう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 。その女の一人が、まあ、佐藤穂奈美佐藤さんなんですけど、という、あらすじはそんな感じですね。ありがとうございます。私、佐藤さんが映像に出てこられたときに、すごいなんかびっくりしたんですよ。なんでですか？すごい、なんかね、ナチュラルで。ナチュラル。ナチュラルで。なんか演技にすごく馴染んでるなと思って、で逆に言うとこの原作を初めてお話が来た時にですね、どういう感情でなんか佐藤さんこれ面白いなって思ったのかなっていうのをすごいお聞きしたいなと思ったんですが、どうですか一番最初。そうですね、一番最初でもこの作品知ったのは幸貞監督と何でしたっけ、あれ忘年会であって、で、あれって今ちょっとオーディションやってるんだけど暇だったら来ないぐらいの感じで言われたんですけど、で、行く行くって言って、で、この作品なんだよねって言って、それでキューソアチーズの夢を見るを見させてもらって、いやー完全に私はこの中だったら夏希だなと思いましたね。なるほど、ハマり役でしたね、すごいね、佐田さん、すごいハマり役。そうなんですよ、実はその4人女性が登場してくるんですけど、重要なポイントで、この夏希役がなかなか見つからない、僕自身はピンとくる夏希がなかなか見つからないんですよね。で何が難しいかっていうと、これって男同士の恋愛の話で、成田凌と大倉忠義が演じるこの2人の愛の形を浮き彫りにするためにですね、この間に入ってくる女性たちっていうのはあんまり色が世の中的に色がついてない女優さんを探してたんです。はいはい。なるほど。でも新人っていうわけにもいかないんですよね。これ結構難しい役で、全員が。で、本当に短いポイントの中で、その人間をこう描き切らなきゃいけない力量も必要だっていうのがあって、だからいろんな人に声をかけてオーディションをしたんですよ。で、オーディションしても、年末だったんですけど、もう全く、もう相当見た中で夏希が全くいないと。で、焦ってる時に、忘年会が。12月の時に、うちの組の忘年会をね、生田組の忘年会って毎年やってるんですけど、その人は、たくさんいろんな人が来れるようになってて、で、たまたま別に、ほなみちゃんは呼んでないんだけど、誰かが連れてきたっていう、呼ばれてない。面白い。面白い。運命じゃないですか、それ。へぇー。あるプロデューサー、知り合いのプロデューサーが、連れてきてくれて、で、紹介された時に、あれと思って、夏希にいいんじゃないかと思って、脚本がすぐ読んで、どう思うって、したら、あ、いいと思うって言って、じゃあ、ちょっと来年、年明けにオーディションあるから、ちょっと、ぜひ来てほしいって言って、スケジュール聞いて、すごい、うん、大丈夫ですよって言って、女優 やってるんで、みたいな話だったんで。すごい。まあ、ね、バンドのね、そうですね。お客様としては僕はよく、もちろん見上げております。はい。ライブ来ていただいたりしてたんで、ね。そうなんですよ。ライブ見てたりしてたんですけど、でまさか、ね、女優やってることはなんとなく、ちらほら、やりたいというか、まあ CM でやったりとかしてたんで、うんうん、で、力量のほどがちょっと分かってなくて、その頃は。うんうん、で、ぜひ来てくださいって言って、オーディションで見たら、もう即満場一致でしたね。すごい。僕というよりは、助監督とかの方が興奮してましたね。すごい。いい話ですね。っていうね。うん、だって、そう、佐藤さんが出てきたシーンが、すごい鮮明なんです。強いんですね、残るのが。で、やっぱり、さっき幸貞さんおっしゃったように、二人の男性の恋愛というかですね、恋心を浮かび上がせるためには、そのコントラストをちゃんと作る女性の役っていうのが本当に際立ってたなと思ってて、佐藤さん、どれだけいろんな顔があるんだろうって、すごく私は興味持って、楽曲も改めて聴いちゃいました。ありがとうございます。そう、でも売っていいかわかんないですけど、なんでしょう、お店でちょっと対決っぽくなるようなところは知ってましたね。あそこは、うわ、すごいな、みたいな。店に入ってきた瞬間から、なんか、うん、おお、来たみたいな。あのシーン良かったですよね。ぜひ見ていただきたいシーンですよね。で、両方の知り合いでもあるし、ね、めちゃくちゃ難しい、なんか、
で、その事実も知ってたりするし、みたいな状況のあのシーンが、なんかすごかったなという、本当印象に残りますね、そこは。うん、佐藤さんとしてこう印象に残ったシーンとか、あと逆にあの一番最初にクランクインするとき、その前とかに役作りとかで気にしてたことってどんなことがあるんですか？でもなんか結構夏木的にはもうサバサバした人だったんで、うん、そこまでその役作りみたいなところは考えてなかったんですけど、なるほど。でもやっぱりその今シダルさんに言っていただいた対決のシーンですよね。はい、私はもう、あそこはもう本当に戦う気しかなかったんで。オーラみたいな。もうただただあのライバルに勝ちたい。すごい、ゆきさださん良かったですね、忘年会。いや、夏木役はすごく原作でも、まあ多分一番こう大きな起点になる女優性なんですよね。うん、やっぱり、主人公の、京一の元恋人であるっていう、うん、浮気相手じゃなくて実際昔付き合ってたんだけど、うん、まあまあ、まあ、結果今は別れて離れ離れになって再会するっていう、だから焼けぼっくりに火がつくみたいな状況がそこにあるわけですよね。うんね、でまあでも、なんだろうな、僕もだから、どっちかというと男っぽくてサバサバとしていて、まあいろんな人に相談持ちかけてる、られてるとかっていう状況もありながら、なんかそういうところで非常に男にも女にも人気があるような人、っていうのがいいなと思って、僕は佐藤真奈美ちゃんは、その、来ない子かさんとして見ていたときに非常に色っぽい人だな。思ってたんですよ。なのに、ドラム叩いてる姿はもう本当に、まあ、男顔負けのテクニックで、すごい楽しそうに挑んで叩くみたいなとこがあるから。そうですね。今回のシーンみたいなね、うん。そうそう。だから最初に言った印象は、ドラム叩くときに口を開けて叩くんですよ。なるほどね。あ、もうよく見てますね。そのね、口を開けて、はいはい、口開けてますね。閉じないですよ。閉じない。この口元がね、余計があるんですよね。僕ね、すごく、その口元がいいって昔から思ってたから、PV 見てても思ったし、あれ、歯の矯正したって俺聞いたんですよね。そう、したの。もう、だから しなきゃもっと好きだったなっていう話。ね。スキッパが好きですからね。そう、スキッパの監督。昔はね、スキッパだったんですよ。あ、そうなんですね。今はね、もう、ね、綺麗になってるんですけど、そのスキッパも良かったね。スキッパが良かったらしい。スキッパだった。で、実際ですね、冒頭で雪貞さんがおっしゃったように、パッと見ですね、その BL っぽいような、印象を受けがちなんですけど、私も作品見た上で、まあ、恋愛のストーリーだなってすごく思って、やっぱりこうなんていうんですか、同性を好きになってしまっても異性を好きになっても同じ愛だっていうのをすごく感じる作品だなと思ったんですね。で、実際その昨今そのセクシャルマイノリティとかがいろんなメディアとかで言われてますけど、あとフェミニストとかいろんなものがありますけど、やっぱりこう日本って同調文化がまだとはいえあって、みんな同じ制服を学生の時着てたりするじゃないですか。やっぱり異性愛であるべきっていうのがすごく強い中で、今回の作品って人としてその人が良ければいいんだっていうのをすごく肯定している、いいなって思ったんですけど、どうですか、佐藤さん的にもこの作品全体的に通してどう感じるってことありましたか？そうですね、私の、まあ、やらせてもらった夏木っていう役が本当に今ヶ瀬に、まあ予告にもあるんですけど、男と女だよっても言ってるんですけど、本当にこの人に取られるっていう危機感がすごいあるんで、人としてこう挑んでるというか、なんでなんか私 VS 男ってわけではなくて、本当に人 VS 人っていう、そうですね。それで気持ちを取り合ってるみたいなところがあったんで、まあ、前編通してすごい、やっぱ本当に人と人の恋愛の話だなとは思うんですけど、ただ、今ヶ瀬が可愛いじゃないですか。うん、そうですね。とんでもなく可愛いですよね。うん、可愛い。
だからもうなんか、うん、この2人はお似合いだなってすごい思いましたね。思っちゃいましたね、うん、実際役柄的にもそう感じるし、あのリアルなところでも私とかも多分品川さんとかも割とそういうの寛容ですよね、うん、いろんな人が職場にいていいよっていう感じなんですけど、佐藤さんとか雪貞さん的にはあのこのセクシャリズムというかそういうのどう捉えてるのかなっていうのをちょっと聞きたいなと。まあ、こういう、まあ、こういう映画を作ってるわけですから、もうこの映画の通りで、まあ、あの、個人、まあ、すべてにおいて個人ですよね。考え方も思想も哲学も、まあ、もちろんセクシャリティも、もう今はもう本当に個人が何を選択するかっていう時代ですから、まあ、そもそもそういうものじゃないと、やっぱ世の中というものが、やっぱりこう、なんだろうな。だからリベラルって言葉もあるんですけど、リベラルに描こうという発想すら、なんかこう言葉として難しいところに来てるっていうか、よくね、あの、LGBT って言われるでしょ。はい、で、実際ゲイとか、その、バイセクシャルとか、まあ、いろんな方で同性愛者の人たちっていっぱいいるじゃないですか。で、LGBT で、ある種こう、なんていうの、区分されるのも、なんかちょっと本来嫌だよねって言うんだけど、ね、うん、まあ、あの LGBT っていうのは実は、まあ特に映画祭なんかでよく LGBT をカテゴライズして、はい、あえてそこになんか賞を与えたりするようなね。そうですね。ベルリン国際映画祭なんかは、フェリビア賞っていうのがあって、うん、もともと最初にこう結構作られたような映画祭ですけど、あの頃はやっぱりすごく閉塞してて、やっぱりその性に対してのね、理解が進んでなかったんで、あえて LGBT っていうのは今理解されるべきだよっていう、もっと寛容に捉えられるべきだっていうことで、そういうところが始まったんだと思うんですよ。ただ、やっぱり今年になって次の回からベルリンの2月、次の2月に開催の時からもうほら、男女もう分けない。俳優賞にする。あ、そうですね。ニュースになってましたね。なったんですよね。で、あの考えも、そういう意味では、まあいろんな意見があると思うんですけど、男は男で女は女でいいじゃんみたいなとこもあるんだけど、うんうん、で、それはことさら言うからまた余計に気になるっていう人たちもいるんだけど、ね、うん、まあでもあれは俳優賞って言ってしまうのはすごくいいことっていうか、うんうん、やっぱり全体の映画の中で男が良かった、女が良かったじゃなくて、この人が良かったよねっていう。そうですね。うん、主演とか女演とかもなくて、この人が良かったっていう人っているんですよ、たまにね、映画の中で。で、そうあるべきだと思うし、だから全てがもう、なんかその、性とかそういうもので分けるっていう時代っていうか、まあそこをね、あんまり気にしすぎるのもおかしいんですけど、うん、だからまあ、言うならば僕はゲイですって、もうちょっとこう、なんだろうね、みんなが寛容になってくれれば、それは全然あっていいことですよね。で、自分が、で、僕は今回ね、いろんな取材する中で、ゲイの人とストレートの人がこうストレートとかヘテロの人が、うん、それに付き合ってたりするっていう状況だってあるわけですよね、うんうん、そうですね。でそれってなんかどこで何に気づくかわからないですよ。だから人間愛ですから、うん、この人の何かが好きで、てかむしろもう女より男の方が楽だなって思える瞬間って実はなくはないんですよ。すごく大変ですからね、いろんな意味で。理解することも大変ですよ。そうですね。まさに夏希役みたいな、夏希ちゃんみたいな子はちょっと大変だったりするのかもしれないです。現実的にいるとね。まあ、それが面白いんですよね。その理解を面白いしていることで、なんかいろんなことが何度もこう、離れたりくっついたりしながら、理解を深めていくっていうのがやっぱり面白かったんだけど、なんかもう今の時代はそれが男同士にあってもおかしくないって、これがまさにそういう映画なんで、随分進んだような気がしますけどね。そうですよね。今注目のカルチャーとテックをディグる欲望の SNS。